とか、装飾をしたりとか、いろんなものを作っている活動をしてます。子供に絶対的に笑顔になってもらえるようなっていう側面と、あとはアートとしてクリエイティブとしての側面ってあると思うので、両方の大事にしていけばいいなと思ってます。バンクーバーファッションウィークだったので、それでやってみたときに、結構私が思った以上に反響がすごくて、バルーンっていうものがバルーンっぽくないみたいな、なんか何の素材でできてるのみたいなところから始まり、世界中のファッション誌とかカルチャー誌とかでもこう取り上げてもらえたりとかしたので、自分の中のもうちょっとファッションの分野でも頑張りたいなと思うのと、最初にバルーンやった時にバルーン×ファッションめちゃくちゃちょっと追求してみようって思ったんですね。そしたら何か生まれるものが新しい価値とか生まれるかなと思って頑張って追求してみて、やっぱりそこから生まれたものもあったので、今度はバルーン×また違うものをちょっとコラボさせて